はい。ではそれ、それでは、LINE 公式アカウント、DMP 等の SRE というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。はい。まず最初に私の自己紹介をいたします。開発4センターの OA デブ v チームでマネージャーをしている長谷部と言います。で、主にサーバーサイドエンジニアとして活動をしています。で、経歴で言いますと、 2013年の9月に LINE に中途入社しました。で、当時は LINE ゲームプラットフォームのサーバーサイドの開発を担当していました。で、その後、2016年の4月くらいに、現在の部署に移動してきました。で、現在の部署に移動してからは、ここに書いてあるような各種サービスの新規開発を担当したりだとか、運用を担当したりしていました。 で最近で言うと、えー、LINE 公式アカウントのチャットシステムを、えー、開発、運用していたり、えー、LINE で予約っていう、ちょっとまだあんま知られていないサービスがあるんですけど、えー、その開発を担当していたり、あとは、えー、LINE スケジュールっていうサービスがあるんですけど、それをちょっと老朽化してきたので、全部書き直すかみたいな感じで、えー、書き直したりとかしていました。で、えー、最近の趣味で言うと、まあ、なんか愛犬と子供と遊ぶというふうに書いてあるんですけど、えー、ちょっともしかしたら今日も 子どもと犬とかの鳴き声が聞こえてくるかもしれないんですけど、ご了承ください。き、はい、今日話すアジェンダです。最初に開発4センターに関してご紹介をさせていただきます。で、次に開発4センター内における SRE についての話をいたします。そして次に開発4センターで、まあ、SRE に関連する直近の課題について話をさせていただきます。 そして最後に、まあ、こんな人が向いてそうだなだとか、求めていますだとか、そういった話をしようと思います、はい。それではまず最初に開発4センターに関するご紹介です。開発4センターというのは、主に B2B 向けのプラットフォームだとか、プロダクトを開発する組織になっています。ちょっと実際のプロダクトはこの後簡単にご紹介いたします。 大体エンジニアの数が約70名ぐらいいますで。この70名はほぼ全員サーバーサイドエンジニアとなっています。で、プロダクトを開発するときは基本的に他の組織と協業する形式になります。まあ、例えば企画を行うチームだとか、ウェブのフロントエンドを行うチームだとか、ネイティブアプリを開発するチームだとか、そんな感じで LINE では 担当する領域ごとに組織が分かれていて、その組織同士で協業する形で仕事をする形式になっていますと。4センター内の話でいうと、オフィシャルアカウント開発室というところと、デベロッパープロダクト室というところと、アド室という3つに分かれています。 B2B でで、ね、プロダクトっていうと、なんかあんまりプロダクトのイメージがつかないと思うので、ちょっと代表的なプロダクトを、えー、いくつかご紹介していきます。1、えー、つ目が LINE 公式アカウントです。もしかしたら、なんかすでにいくつかの LINE 公式アカウントと、えー、友達になってくれてる人もいらっしゃるかもしれません。えー、なんかあの公式アカウントと友達になってると、結構定期的にメッセージが送られてくると思うんですけど、 あのメッセージは実はこういったウェブサイト上から送られています。で、中にはその友達の数が1億を超える公式アカウントとかもあるんですけど、なのでこのサイトでメッセージを送ると1億のユーザーにこう、ばばばばって感じでメッセージが送られています。で、まあ、それ以外にも公式アカウントには結構いろんな機能がありまして、例えばユーザーとなんかこう、個別にチャットする機能が あったりだとかなんかクーポンを、えー、作成して配ったりだとかなんかお店のスタンプカードみたいな感じの用途で使える機能だとか、えー、いろいろとありますで2つ目がトークヘッドビューと言われる、えー、プロダクトですで多分皆さんそのもし LINE 使ってたら、えー、見たことあるかもしれないんですけどまあ、こういったトークリストって言われる画面があるんですけどこのなんかこの上の部分にですねなんかちょっとこう広告とかを見たことが ある人がいる,いると思います。で、このこのなんか、ここにコンテンツを配信する仕組みをトークヘッドビューと呼んでいます。で、まあ、広告だけだとちょっと人によってはなんかうざがられちゃうかもしれないんですけど、<laughs> えっとまあ、えー、天気だとか占いだとかニュースだとか、なんか漫画の新刊情報だとかまあ、そういったその。そのユーザーが興味がありそうなコンテンツをレコメンドして表示するような仕組みもになっています。 なので、用途は結構非常に多岐にわたっていますで。結構なんかこのスクリーンショットだけだとだいぶ地味なプロダクトに見えるんですけど、ここに表示するだけで一瞬でトラフィックがブワーってきたりとかするので、結構エンジニアとしてはなかなか面白いプロダクトだと思います。で次が DMP と呼ばれるものです。まあ、その広告に、広告に馴染みのある人だとご存知の人もいるかもしれません。まあ、ざっくりというとですね、 LINE のプラットフォーム上で発生したデータやクライアントの企業がアップロードしたデータを LINE の DMB と呼ばれる場所にため込んで保存していきます。そしてそのため込んだデータを使ってユーザーごとに最適化した広告を出せるようにする仕組みです。あとは広告以外にも先ほど説明した LINE 公式アカウントからメッセージを送信するときに の最,適化にする最適化するために使うこともありますで、まあ、ここでいう最適化っていうのは、まあ、具体的に言うと、まあ、例えばですねなんか20代の男性に対して広告を送るだとか、えー、LINE 公式アカウントからメッセージを送るだとか、まあ、そういったことを、えー、意味していますでこの DMP は、えー、っとストレージとしては HBase を使っていて、まあ、大体、えー、2000億を超えるような件数のデータが、えー、この HBase に保存されています いますで次がですね、LINE ポイントクラブと言われるプロダクトです。でちょっとそのスクショを見ると、えー、イメージがつくかもしれませんが、まあ、なんかこうですね、LINE ス,、えー、スコアっていうサービスでスコア診断をすると、えー、5ポイントもらえますよみたいなやつですね。まあ、なんか、えー、とユーザーにはそのポイントっていう分かりやすいインセンティブを上げてで、なんかそのユーザーを企業のサービスに誘導することができるみたいな。 プロダクトですなので、ユーザーも企業もビリビリになれて嬉しいみたいな感じのプロダクトとなっております。これ最後ですね、LINE ログイン、もしかしたら使ったことある人もいるかもしれませんが、LINE ログインと呼ばれる、まあ、いわゆる OS2、OpenID コネクトをベースとしたソーシャルログインの仕組みも提供しています。 あとはちょっとこれと関連している仕組みではあるんですけど、LINE ミニアプリというものも担当しています。これはちょっと初めて聞く人もいるかもしれませんが、まあ、簡単に言うとですね、LINE のアプリ上でウェブアプリを作成するための仕組みみたいなものです。でこの仕組みは、えっと、社内に限らず、社外にも一般提供しています。えっとまあ、そうですね、社内の分かりやすい事例で言うと、 LINE アプリ上でニュースを見ることができると思うんですけど、まあ、そのニュースを見るときの仕組みにもこのミニアプリというものが使っていますなので、えっと、もしもこの LINE ミニアプリの認証基盤とかその辺とかに障害が出てしまうと社内と社外のあら,あらゆるところでも障害ができてしまうので、まあ、そういった意味では非常に大事で、えー、やりがいのあるプロダクトとなっていますで、えー、次がシステムの規模ですね ちょっとその4センターのプロダクト全体を合算するのは難しかったので、ちょっと今日は LINE 公式アカウントの場合で紹介いたします。だいたいリクエストのスループットでいうと、10万リクエストパーセックを超えるくらいですかね。で使用している CPU のコアの数でいうと、4500を超えるぐらい。でメモリが 14TB ですね。 なので、まあ、そのサーバーの数でいうと、大体600台ぐらい使っている規模です。あくまでこれは LINE 公式アカウントのみなので、他のシステムとかも含めると、もっともっと多くの規模になります。あとはまあシステムだけじゃなくて、ちょっと簡単に事業の規模についてもご紹介いたします。まあ、なんか事業の規模ってちょっと難しいんですけど、まあ、今回は一番分かりやすいかなと思った売上収益を例に紹介したいと思います。 ちょっとこの資料はですね、上場廃止前の2020年12月の IR 資料からの引用なので、ちょっとだけ古い資料となっているのをご了承ください。で、えー、っとまあなんか売り上げの割合みたいなことをちょっと言いたいんですけど、この赤枠で囲ってある部分が開発4センターが携わっている領域です。なので、大体半分以上の会社の売上を担っていること,ということで、非常に大事でやりがいのあるプロダクト。 を、えー、開発運用していますすでですね、えー、開発用センターで主に使われる技術の一覧です。でこれは結構その先ほどのやつとかぶってはしまうんですけど、まあ、ちょっと紹介いたします。まあ、大体言語としては、えっと、コトリンと Java が使われることが多いです。で最近は結構既存の Java コードもガシガシとコトリンに移植したりとかしているので、 あ多分次第にどんどんコトリンが増えていくと思います。でフレームワークとしては、まあ、スプリングブートとアル、社内で開発しているアルメリアと呼ばれるものを使うことが多いです。あとはまあその管理画面とかつ作ることも当然あるので、まあ、そういった領域では JavaScript、TypeScript、フレームワークとして Vue.js とか使うことが多いです。でミドルウェアはこれ、だいぶざっくりとしたくくりで、えー、列挙してはいるんですけど、 まあそうですね。大体データベースとして、MySQL、まあ、と HBase が使われることが多いです。でまあ、キャッシュとして Redis ですね。あとはまあメッセージ Q、イベントハブの役割として Kafka を使うことが多いです。あとはまあ検索システムとかログを保存するのに d a s t i c s e a r を使っていて、あとはコンフィグ管理で CentralDogma とかを使っています。あとはまあウェブ系の企業だともう一般的ですけど、EngineX、まあ、と FluentD を使うことも 使うことが多いですアプリケーション実行基盤でいうと、ベルダと呼ばれるプライベートクラウドがあるんですけど、まあ、そこで作ることができる VM と PM を使うことが多いです。で一部のです、ね、プロダクトだと、n e t テスを使うことも増えてきましたで。あとはロギング、モニタリングとかでいうと、まあ、だいぶ一般的な感じになりますけど、プロメテウスとグラファー b a n a を使うことが多いです。 あとは社内で i m モンと呼ばれるシステムがあるんですけど、そちらも使っています。でその他ツールとしては GitHub Enterprise を使っていて CI として Jenkins、ドローン、CircleCI などを使っています。で、あとはその VM とか PM を使っている場合は、プロビジョニングに Ansible を使っています。であとは Kubernetes 使っているプロダクトだと、まあ、GitOps をしているので、そのために ArgoCD を使っています。 はいえー、次に開発4センターにおける SRE の話です。えっ、ー、とですね、実はちょっとこれから SRE を立ち上げようとしているので、まだ現時点だとちょっと組織が存在しません。で、今々で言うと、僕とか一部のエンジニアで SRE っぽい動きを、えー、しているという状況です。なので、まあ、さっき紹介したようなプロダクト、結構大きなプロダクトなんですけど、まあ、そのプロダクトの SRE の立ち上げから参加したいっていう人におすすめかなっていうふうに思っています。 役割としては、チーム横断的に各種プロダクトのリライアビリティを横断的に向上,させる向上するという役割を担っていただきたいなというふうに思っています。なんか具体的な例としては、障害の検知をしやすくする仕組み、ダッシュボードを作ったりだとか、あとはもしも障害が起きているなら、それを解消するために動いたりだとか、あとそもそもそれを予防するためにパフォーマンスチューニングを行ったりだとかですね。あとはまあモニタリング業務。 押ししやすくすすくるたために共通ラライブラリだととかツールの開発をててもらいいいなと思っていますあとはまあアプリケーションの運用負荷で結構そのコストに感じる部分があるのでそこを削減するために動いてもらうとあとはまあデベロッパーエクスペリエンスといいますか、まあ、その生産性を向上させるために各種ソフトウェアとかの開発もしてもらいたいなしてもらいたいなと思っています。 なので、ちょっと先ほどその3つがあるって言ったんですけど、まあ、そこで1個なんか独立してあって、横断的に見ていくみたいなことを考えています。で、開発4センターの SRE に関連して、まあ直近で感じ課題、直近の課題ですね、やりたいこととも言いますかね。先ほど説明したように、開発4センターって結構多くのプロダクトがあるんですね。なんですけど、 プロダクトごとにログだとかモニタリングのやり方にばらつきがあるっていう問題点があります。で、ば、ま、ら、あ、つきだけで済むならまだまだ全然いいんですけど、まあ、なんか中にはそれがちゃんとできてないプロダクトっていうのもあるので、ちょっとそれは問題だなと思っているので、こういったことをやりたいなと思っています。あとはですね、ちょっとその現状、プロダクトごとに SLI とか SLO とかがちゃんと策定されていないので、なんかちょっとどうしてもこうプロダクトの運用がなーなーになってるなっていう。 ふうに感じているので、ちょっとそれをしっかりやっていきたいなと思っています。あとは、ちょっとこう現状、オンコール体制がちゃんと整備されていないっていう問題があるので、なんか現時点だとアラートに気づいて動ける人が障害を対応するっていう形になってしまっているので、ちょっとあんまり良くないので、その辺をちゃんと整備したいなと思っています。で、当然、その SRE だけがオンコールやるってわけではないので、その辺はご安心ください。 であとは、現状、多くのアプリケーションがプライベートクラウド上の VM で動いているんですけど、まあ、ちょっとどうしてもです、ね、そうすると、サーバー増加が突発的にしにくかったりだとか、えー、そもそもその新規のサーバー構築に時間がかかってしまうっていう問題があるので、えー、でちょうどそのプライベートクラウド上でマネージドのクマのケースが提供されるようになったので、まあ、そっちへの移行を進めたいなと思っています。 で最後にどういった人が向いてそうで、まあ、どういった人が求めているかについてちょっと話したいなと思いますで。あくまでここで書いてあることは、なんか本当に理想論なので、全然全部満たしてなくても問題ありません。でですね、スキル面でいうと、ちょっとどうしても Java とコトリを使ったアプリケーションが多いので、まあ、そういったアプリケーションの運用経験がある人だと良、えー、いなというふうに思っています。で、あとは、えー、とですね、Java とコ ライブラリとか開発ツールもガシガシ実装してもらうことを想定しているので、Java かコトリンでがっつりと行動をかける人がいいなと思っています。であとはですね、SR チーム、SRE チームの新規立ち上げとなりますので、リードできる人が望ましいなと思っています。主体的に問題を発見して、問題を解決できるみたいな人がいいなと思っています。で、次にマインドの面ですね。 えそうですね、まあ、なんかその大きなトラフィックだとか、大きな事業規模だとか、まあ、そういったプロダクトを支えたいっていう人に向いてるのかなというふうに思っています。で結構、そのこてこての技術思考みたいな感じの人よりかは、わりとそのサービスのをなんか運用するのがなんか好きな人とかが向いてるのかなっていうふうに思っています。であとはトラブルシューティングが好きな人とかですかね、なんかめげずにちゃんとこう最後までトラブルシューティングができる人。 ですあとはなんかこう開発効率を上げるためになんか便利なツールとかを作って同僚のエンジニアになんか感謝されるのが好きな人だとかそういった人がいいのかなというふうに思っています。あとはこう何でも自動化するのが好きな、えー、自動化中みたいな人だと、えー、良いのかなと思っています。もし,こもしなんかうちの組織に興味持ってくれた人,人い,たいたらぜひ応募してくれると嬉しいなと思っております。 はい、ご清聴ありがとうございました。